ないマッチョフォルテです。シャキーン。本日は幼少期の僕実況してみた小学校1年生コンクール編。小学校1年生の時ピティナの予選で弾いた演奏映像です。僕はその当時すごい上手に弾きました。そして賞もゲットしました。しかしその裏には大変ショックなストーリーがありました。まずストーリーから話させていただきます。小学校1年生の僕がコンクールで演奏するその当日の朝の様子です。フォルテ家、泥棒に入られました。いや、ものすごい大ショックでした。父と母が。その日の朝、父親起きると扉の網戸が燃やされていました。その当時流行った泥棒のスタイルで扉についてある網戸を燃やして、そこから手を忍ばせて鍵をガチャンと開けて、おはようございますというするスタイルが泥棒の中で流行ってたそうなのですが、その流行に乗られた泥棒に我が家は入られました。その当時は昔ということもあり、少しセキュリティも甘く簡単に侵入ができたんですね。今はそこからだいぶセキュリティは強化したんですけど、その当時のフォルテ家は緩く入られてしまいました。本当にね、偶然に父親はちょっと払わないといけないものがあったので、キャッシュをね置いてたんです。結構なキャッシュを。その現金の封筒が扉の近くに置いてあったんですよ。父親が仕事から疲れて、ああ疲れたってカバンを置いたのが扉の近くで、もう泥棒かしら入った瞬間に、あ、ラッキー激やったってね、すぐ取られていってしまいました。ですが父と母は、まあ僕にそんなことを伝えないと決め、僕はそれを気にせずコンクールにきちんとウキウキで行き、ちゃんと弾くことができ、父と母はすごいショックで、特に母は僕の演奏する前に足台を準備しないといけないので、その足台をセットする様子がまずショックそうなので、そこまで入っております。話は戻って、朝現場検証をしに警察が来ました。扉がもちろん燃やされており、警察は、あ、ここから入ったんですねと言います。部屋中ね荒らされていて、警察の方が、ここのタンスの中とか大丈夫ですかと、こんだけ荒らされてますけど盗まれたものないですかって警察慌てて言うんですね、その粉とかまぶしながら。そしたら母親が、はい、これは元から汚れておりますと。すごいね、気まずかったそうです。そんなストーリーのある演奏動画を今日は公開します。皆さんじっくり見てくださいね。それでは実況スタート。はい、コンクールなのにいきなり仁王立ちの僕、なぜこんなに早く出てきた。足台を先に母親に用意してもらってから出てくるのが当たり前なのに、もうここで仁王立ちする僕、待ち時間で、よっこいしょと座りました。はい、入念にチェックで、母親と確認をするのかするのか、大丈夫って言った去っていった悲しい母。そして引き出す僕、沈黙。母親が去っていったのをちゃんと確認し、引き出した。上手よ、いいよ、これは上手。悲しいなんかちょっと音楽まで悲しい。丁寧に弾けてて美しくちゃんと弾けてます。でも父母はどんな表情だったんでしょう。少しちょっとね、苦い思いもしたと思います。うまくいったとね、みんなが安心しました。2曲目、おっとすごい美しく終わりましたね。はい、2曲目も無事弾いてようと多分思ってますね。さあ弾くのか いいよいいよ、かわいいかわいい、美しいよ。弾き姿もしっかりちゃんとね、堂々としてる。いいよ、ちゃんとフレーズもグッと。いいよ、このままいけって思ってます。
皆さんどうでしたか、皆さんの見方もだいぶ変わったと思います。というのもやはりストーリーがあると音楽すべてが悲しく聞こえてきますよね。僕は堂々と弾けたんですよ、何も伝えてもらってないから。ですけども母親の足ペダルのセッティングの様子が少し悲しそうでしたよね。まあそれはねやっぱしょうがないです。だって家族の大事なお給料が盗まれてしまったんですから。皆さんもね気をつけてくださいね。あの泥棒ってね本当に簡単に入るからすごいちゃんとねセキュリティをしてみてください。小学校1年生の時の僕はまあめちゃくちゃ練習をしてたんですけど、今までねあの幼少期に出した演奏はあんまり上手な演奏はなかったんですけども、まあ少しずつコンクールとかに、まあ、出始めて賞をいただいて、自分としてはその当時に出せる力がきちんと出せた演奏となっております。この演奏を見る限り僕は昔からピアノを弾いてやっと弾けるようになったので、皆さんも続けて一緒にピアノ頑張っていきましょう。ここまで見てくれてありがとうマッチョ。悲しいフォルテハウスの泥棒に入られた日の映像でした。コンクールは賞ゲットできたけどね。というわけで皆さんここまで見てくれてありがとう。一応実況ないバージョンの演奏動画もこのままこの後に載っけておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。バイバイ。ありがとね。よければグッドボス設定。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ。マッチョ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 。